ょっと高いかもしれないですね。先っぽから飲めばいいんですけど。うーちゃんはね、普通に飲めてますね。めちゃめちゃね、荷物買っちゃいましたね。こんにちは、ひとひかりです。今日はね、ファインズで床材と砂を買ったので、これを開封したいと思います。じゃあ早速、30キロ買いましたね。 1.5 キロを20箱だったかな、20袋買いましたね。このお金はあのメンバーシップの収益で買わせていただいてます。ありがとうございます。あのメンバーのね、皆様には本当に感謝してます。あの病院代とか砂代とか床材とか、そういうお金をメンバーシップの収益をで払わせていただきますね。払わせていただいていますね。日本語がねちょっと変で、人と話してないとね、やっぱり日本語下手くそになりますね。で、勝手にね、このメンバーシップの収益をキヌハム基金って名付けてるんですよね。まあ、親しみやすいかなと思って。よかったらね、これを機に入ってください。たまにね、宣伝してますね、メンバーシップ。週1回限定画像とか、最近できてないけど限定動画とか出したいと思いますね。で、人数が多くなってきたら限定ライブしたいんですけど、まあ、全然人少ないので限定ライブする意味があんまりないので今はやってないんですけど、そのうちね、やりたいと思ってます。月額90円からですね。よかったら入ってください、お願いします。でね、ファインズの砂、これ 1.5 キロのやつをね、めちゃめちゃ買いましたね。これね、結構300円でコスパ一番いいと思うので買わせていただいてますね。で、このでっかい方はね、床材ですね。紙の床材をね、買いました。ちょっと高いんですけど、まあ、ハムちゃんのためにね、紙の床材にしようかなって思ってますね。うわ、でかっ。思った以上にでかいな。1キロ。ふんわり柔らかペーパーマット1キロが2つですね。なので、2キロ。そして、砂がまだこっちに入ってた。こんな感じで。視聴者様にはね、本当に感謝してます。ありがとうございます。視聴者様のおかげで癒しの動画作れてるので、ね、メンバーシップのお金で買わせていただいてるんですけど、見てる人、普通にメンバー以外の人も本当に感謝してます。ありがとうございます。じゃあね、今日はこれを使ってハムちゃんのね、砂浴びシーンを撮りたいと思います。今ね、片付けてたらね、穴開いてますね。これ多分開けたやつじゃなくて、もともと開いてたやつだと思いますね。うん、なんかカインズ前も砂がね、穴開いてたんですよね。だからオンラインに回ってくるやつってなんか不良品なのかな。うちのね、砂場はトイレ兼ね、お風呂なんでね、こんな風にここの穴あるんですけど、ここにトイレしてますね。なので、砂のね、消費量が半端ないんですよね。3ヶ月で20キロぐらい消費しますね、だいたい。豆乳、どうかな。狙ったタイミングでね、してくれないので。見れないかもしれない。だそう。やっぱりちょっと難しかったかな。キャベツあげます。お、奪い取った。出し入れしてる。
かわいいですね、本当に。意味センサーはどうかな。お、働いてますね、今日も。健在。お、食べ終わった。ランちゃん捕まえやすいですね。おとなしいし、全然噛まないし。じゃあね、次はブーちゃんの砂浴びを取れたら取りたいと思います。今ね、あそこでぴょこ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 してるんですけど、もんちゃん寝てるんでね、多分難しいんですけど、ブーちゃんはできる。砂入れるとね、毛並み良くなるんですけど、やっぱりブーちゃんね、ちょっと毛並み不調ですね。そういう体質なのかな。ホボロスキーハムスターなんか毛割れがね、結構するんで大丈夫かなとは思うんですけど。パトロールしてみる。もうちょっと入れようかな。うわ、やばい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 、入れすぎた。軽く慣らして、ひんやりしてて気持ちいいですね。夏は砂場もいいかもしれない。強制砂浴び、たまに転がってくれるんですけどね。顔面にかけるのはかわいそうなんで、背中。トイレしてる。帰っちゃった。キャベツあげようと思ってたんですけど。いてててて。にね、もんちゃんが起きてきたので砂浴び取りたいと思います。出てきそう、出てきた。もんちゃんもね、軽くなりましたね。寝起きだからちょっと尻尾がね。キャベツあげました。一瞬でなくなりました。ちょっと待って、お、噛みそう。お、怖い。はい、あ、食い逃げする。もきゅもきゅ言ってますね、今日。ペレット加え込んでね、食い逃げしそうだったんですけど、キャベツで阻止しました。逃げる雰囲気がね、わかりますね。また出てきそうだけど、あ、砂なかったけど、なんかゴロゴロしてましたね。お、してるしてる。トイレしてるな。さっきなんか砂場置いてないところに、何もないところでゴロゴロしてて、もう記憶されてんのかな。
端っこで。そして水飲み。かわいいですね。一番水飲んでる時がかわいいかもしれない。モンちゃんは水飲むのうまいですね。ランちゃん最初の冒頭出てきたと思うけど、なんか下手くそでしたね。そういえばランちゃん水飲んでるところあんま見たことないので、うまく飲めてないのかな。でも水はね減ってるんですよね。だから飲めてると思うんだけど、変なとこから飲んでる。人間みたいに唇あるんですね。なんか、終わった。もんちゃんが帰ったら終わろうかな。多分ね、この様子だとダッシュで逃げていくと思うんですけど。走る。やっぱり。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。メンバーシップのお金でね、大量の砂と床材を買わせていただきました。ご視聴ありがとうございました。